たら、まあ、ある程度ですね。ちょっと後ですよね。ここが、ここが。こういう分野はそうなると思うと私自身は好きなんですがという担当者に言われましてですね、分業させまして、で最後合体させる予定。例えばその障害を持った方とか高齢者の方、こういったところにまず一つ適用することを考えています。またその災害時のですね、レスキューとか、あるいはその、まあ、工場とか実際に重い仕事、重労働する方がいますね。そういったところでの適用というものを考えております。小学校の5年生ぐらいでしょうかね、日本ではそのサイボーグ009というのがアニメで出てきましてですね、それを見ながら、ああサイボーグもいいなと思い始めまして、で気がついてみるとその人工臓器医療の分野からですね、ロボットの分野も手を出しておりまして、そこで一つ共通で言えることは何かと言いますと、今の自分からさらにそのアップグレードした自分にこう 変身できるわけですね。でそういったものが一つの心の中にどっかにあったというのが、まあ、正直なところかもしれません。